地図公益財団法人日本城郭協会は、世界各国の城郭に関する研究、調査事業を実施している公益法人。東京都杉並区に本部を置く。元文部科学省障害学習政策局社会、教育課書館。城に関する貢献を検証する日本城郭協会賞を2022年に創設し、4月6日に公表していく予定である。肩書は、 当時のもの。2014年時点で、小野忠博以外は個人。日本城郭協会学生研究会は、1961年に日本城郭協会の学生会員によって結成された。機関紙は城郭だより、城の見学会や中世城郭の発掘調査などを行っていた。1966年に日本城郭協会から独立し、 日本城郭学生研究会となるが、昭和40年代半ばに、後継者不在で活動は停止した。1971年に OB らによって、学生研究会の再建大会が開かれて、城の見学会を再開するが、学生研究会を担う新しい学生の参加が見込めなかったため、中世城郭研究会として、新発足することになり、現在に至っている。 ちなみに、1967年設立の日本上閣資料館の調査会には、上記学生研究会の OB が多く参加していたが、機関し、上閣資研究は1972年に習刊し、まもなく資料館自体も活動を停止した。ありがとうございます。